はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。はい、よろしくお願いします。お願いします。とですね、今日はですね、また新しい商品をゲットしました。ベータリフトという商品です。ヘッドスパ、自宅でやるヘッドスパみたいな感じで、なんかこうボタンを押したりするとこうやって動いたりとかして、振動もちょっと出たりするんですけど、それでリフトアップ効果だったりとか、また汚れを落としたりとか、なんかそういう効果、マッサージ効果もあるっていうことなので、ちょっとこれは今日使って小家さんの頭でちょっと試してみたいと思いますので、また感想、後で言いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあこれで使っていきます。まずじゃあ上でちょっと回すんですけど、これ3段階あるんで、だいたい最初ちょっと1段階目のやつでいきます。これでいきますね。はい。もうものすごい揉まれてる感じするよね。はい、すごい。基本的にこう結構押しながらこうやっていかないとちょっとダメかなと思うんで、ええ感じ？すごい気持ちいい。これ第1段階目で、で次もう一回こう第2段階目にするとちょっと先より速くなってます。これでいきますね。はい。あ、なるほど。どういう感じ？いや、これはこれで気持ちいいですけど、すごいなんか引き上がる感じあります。ああ、なるほど、なるほど。掴まれる感じがすごいってこと。あ、そうです、そうです。一応3回目やってみる。はい。一応もう一個、もう一段階やって、ちょっとまた早なりました。これはちょっとやりすぎ。ちょっとくすぐったい。ああ、なるほどなるほど。なんか3段階目はもうだいぶ凝ってる人がいいかなみたいな感じがしますね。そうですね。で、次の下のやつが振動を与えるってやつなんですよ。これも音が聞こえますかね。これで振動と多分こうマッサージをこう組み合わせでやっていきます。どういう感じ？ちょっと強くなります。ちょっと強くなってます。気持ちいい。これも家でできるっていうのがやっぱ一番いいですよね。別に濡れても大丈夫なんで、これが。だからもう、そう、自分でできるっていうのがやっぱ一番いいかなと思って。結構ヘッドスパ、ね、美容院でやりに行くのも全然ありなんですけど、なんか、大体そういう方でも1ヶ月に1回とか行かれる方が多いかなと思うんですけど、多分もうこれやったらもう自分でね、1ヶ月に1回、人間の手の方がやっぱ気持ちいいでしょうっていうのは分かるんですけど、やっぱこうね、家とか手軽にできるのが一番いいかなと思うんで、ええ感じですか？ちょっと寝てまいますね、これね。寝ちゃいそうですね。はい、こんな感じで仕上がりました。どうでしたかね。ちょっと気持ちよかったですかね。普通に気持ちよかったです。普通に多分気持ちいいと思うんですけど、だからもうほんまにこれちょっと美容師さんとかはもうこれシャンプー台でやるのはちょっと難しいかもしれないですね。手が回りづらいというか、まあまあの重さあるんで、ちょっとこれしんどいと思うんで、自分で一人でやるのが一番ベストかなと。清潔なんで、ちょっと小池さん、よかったら顔をやってみてください。もう本当に多分ここのリンパを流したりとか、
をやるぐらいで全然大丈夫かなと思うので、ずっとできるみたいな、はい、だから頭皮できて顔もできるみたいなのがやっぱ一番のこれの売りなのかなと思うので、まあこういう機会をちょっと探している方、よかったら参考にしてみてください、はい、まあいつもやってるやん。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。それでは皆さん、またさよなら。